クシシュトフ・ピュース・ザヌシは、ポーランドの映画監督。クシシュトフ・ザヌシとも表記される。1939年6月17日、ワルシャーで生まれた。ワルシャワ大学で物理学をクラックフのヤゲロニアン大学で哲学を専攻した。1958年から短編映画を多数制作。その後、1969年に二人の対照的な 知識人の生き方を描いた決勝の構造で長編映画監督としてデビューした。同作は翌1970年のマールデル・プラタ国際映画祭で脚本賞を受賞した。1970年の2作目家族生活は翌1971年の第24回カンヌ国際映画祭のコンペティション部門に出品され、 シカゴ国際映画祭で審査員特別賞を受賞した。1973年の3作目、アルミナツヤは同年のロカルの国際映画祭で金表賞を受賞した。1975年のバイランズ・クアーチルニーは第25回ベルリン国際映画祭で国際カトリック映画事務局賞を受賞した。1977年の保護色はクシシュトフキエ・シロフスキの アマチュアなどと並んで、1970年代後半のポーランド映画界の映画運動である、モラルの不安の映画の代表作として知られる。同作のようにザヌッシの作品は、インテリ層の道徳的ジレンマなどを表彰したものが多い。1980年代に入り、1980年のコンスタンスが第33回カンヌ国際映画最新査員賞を、 1982年のインペラというが第39回ベネツィア国際映画祭審査員特別賞を1984年の太陽の年が第41回ベネツィア国際映画祭金失賞を受賞した。1992年の巨人と青年からは3作連続で東京国際映画祭に出品され、1996年の育ちゆく日々は 第9回東京国際映画祭で審査員、特別賞を受賞した。近年も2000年のジューチジャジャコスミルテリナチョロバプルゼノサゾナドロがプルシアワが第22回モスクワ国際映画祭でグランプリを受賞。2005年のペルソナノングラタが第62回ベネツィア国際映画祭のコンペティション部門に出品されるなど精力的に活動しているが日本では 第10回東京国際映画祭で上映されたブラザー・アルバート以降劇場公開がされていない。ありがとうございます。